大谷翔平バーゲン価格で FA 移籍。ドジャース凱旋としてエンゼルス大谷翔平投手獲得に興味を示していると地元紙ロサンゼルスタイムズが報じた。ディラン・ヘルナンデス記者が匿名を条件とした関係者の話として、右肘靭帯損傷で来季の登板がなくても獲得を目指すとした。巨軍はこれまでもユーラーラ・トミー・ジョン手術を控えた選手をドラフト指名するなど、肘の手術で過小評価される投手を狙ってきた。手術で難癖つけてバーゲン価格で買い叩こうってのか。獲得したチームにはメリットは大きい。観客が増える、企業看板が増える、放送権料も増える、関連グッズも売り上げは伸びる、どのチームも欲しいに決まってる。まあ今後の治療方針を明確にしない限り何もわからんだろうね。ドジャースは高校時代から注目していたから絶対に獲得したいよね。どこでもいいけどエンゼルス以外でお願いします。ドジャースはしたたかな球団だが、だからこそ毎年地区優勝を狙えるチームなのだろう。大谷選手が強いチームに移籍すれば、我々ファンも数多くの勝利の喜びを味わえる。前剣の出来高払いを防ぐために中継ぎに配置したり、あまりイメージがないけど、大丈夫かな？移籍は嬉しいけども、チケット取りづらくなるんでは？ついでにトラウトも一緒に獲得したら面白いのにな。レッツ、大谷、トラウト、フリーマンと地獄の上位打線になる。今季のピッチングを見たらピッチャー、としての大谷をどれだけ評価するかは謎だよな。二刀流ゴリ押し、DH 独占したければ、エンゼルスか日本ハムしかない。ドジャースは確かに暖かくてお金もあるようだが、一年後に投げるかでしょうね。投げれなければ、ファーストかレフトを守るのでは。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。